俺が、フゴ、まだ天使は見えてねえだろうな。ヨーソロ、あんたとの腐れ縁が切れなくて残念だよ、社長。自分も無事ですけど、こんな調子じゃ時間の。なんだとこのピザ野郎、気持ちが負けてんだよ。よし、10秒以内に面白いこと言ってみろ。10、9、12時情報で爆発、衝撃波に備えて。戦艦の破片、リダークシスが落とされたんじゃないのか。だちいちうるせえな。死後厳禁の明るい職場にされたいか。邪魔なやつだけ撃ち落とせ。レーダーに反応、なので見つかっちまったんだ。離れろよ、この。フゴ！ダメだ、こいつらには弾が効かない。ここまでのようだね、社長。塩らしいこと言ってんじゃねえ。弾が通らなきゃぶったけねえ。てのか、パイルーンの装甲を。おお、マジか。自分でも天才だとは思ってたんだ。あんたにはいつも驚かされる。今の俺なら戦艦だって切れちまうな。惚れるんだねえぞ、俺が。身内口説くほど頭やられてんのかい、大将。まあ、くたばってたまるかよ。パパ、
こっちに。エスト、お前たち生きて。なんだこの機体は。乗って早く乗って。お前たちが動かしてるのか。エスト、置いていくな。姉さんなら大丈夫。追っ手が来たわ。パパ、少しだけ力を貸して。超高速ドライブ軌道に入ったわ。あと少し、あと少しで地球に着くから。すまん、お前たちのそばにいてやれなくて。ダメな父親だったよな。何を言ってるのパパ。私たちは。ロイを呼んでくれ。ファイルは切れる、切れるんだ。あいつならエストを。そんな、嫌よ。お願い、私たちを置いていかないで。はい、人工物。おそらくファイルンの機体です。反壊しているように見えます。いい気のみか。そのようです。まっすぐこちらに向かって。この信号は地球のものです。
地球人が乗っています。なんだと、同胞がダッシュしてきたとでも言うのか。地球軍の艦隊でパイルーンの新型試作機を持ち帰ったら丁重に迎えなさい。君は何者かい。私はルーキス、ルーキスのピオ。この戦争のパラダイムを書き換える者よ。Thank you.
中央管制よりクロスブリード発進スタンバイ。これよりカタパルトデッキへ移送する。クロスブリード了解。ハッチオープン。リニアカタパルト接続せよ。リニアカタパルト接続。進路クリア。射出準備完了。タイミングは譲渡する。システムオールグリーン。コントロールをパイロットへ。You have。 おう、ライベケット、クロスブリード出るぜ。このままアキダリア海に南下、海岸から峡谷へ入ってクリュセ基地を目指すわよ。要ソロ、基地に着いたら超高速ドライブをダッシュ。ファイルーン本拠地である移動惑星にひとっ飛びだろ。高速の艦隊の梅雨払いを忘れないで。大丈夫大丈夫、俺を信じろって。不安だわ。そして艦隊の道を開けなさい。了解。っていうかもうちょっとソフトな言い方があるんじゃないかな。俺たちパートナーだろ。そうなりたいなら努力することで。え、違うんだ。攻撃ね。私のシールドなら多少は持つけど、連続した被弾は危険だわ。避けてみてなさい。ああ、見てろ、全部ぶった切ってやるぜ。そう、バカなの。まずいわ、基地のゲートが閉まりそうだ。なんでだ、こっちは忙しくてさ。対空砲があるから上空からは入れない。このまま一直線に飛び込む。うおー、データベースにない機体、ファイルーンの新型の。この野郎、バカみたいにミサイルよこしやがって。100倍にして返してやる。これを落とせば周辺の対空砲も無力化する。艦隊が砲撃にさらされる前に仕留める。こいつの戦い方どこかで。対空砲の無力化を確認。超高速ドライブ起動。すげえ、何でもできるんだな、フィオア。ルーキスはいわば現実を書き換える装置なの。火器としての利用は一側面でしかないわ。ご苦労。ご苦労。声でけえよ。その光に入れば目的地へ行けるわ。うん、ではこのまま加速進路に入る。諸君らも送れるな。了解。気持ち悪いから真似しないでちょうだい。この子、俺のことが嫌いなのかな。正体不明の敵の攻撃を受けている。なんという速さだ。アシェルフレイジが襲われてる。畜生、やらせるか。この反応、姉さん。
しぶりね。姉さん、何をしているの？彼らは地球人よ。うん、そんなの分かってるわ。私は人類の敵になったの。もう地球へは帰らない。何を言ってるの？君がフィオの双子の姉か。自我は残ってるんだな。何この不細工。言葉を選べよ。傷つくだろ。こんなのに頼っちゃって。フィオは相変わらず一人じゃ何もできないよね。私は違う。私は一人で何でもできる。みんな、みんな許してあげる。力ずくで止めるしかないのか。クソ、逃がすか。待ちなさい、今は艦隊の護衛が先。何言ってんだ。ティオはエストを取り返しに来たんだろ。今捕まえればそれで終わりじゃないか。ちょっと前を見て。うわっ、バカ、何をしているの。早くドライブ軌道に復帰しなさい。リオが邪魔するから。早く艦隊に追いつかないと取り返しがつかないことになる。ああもう分かってるよ。こんな時までよくそんな冷静でいられるよな。あなたみたいな単細胞と一緒にしないで。データベース該当なし。ファイルーンの新型よ。また新型かよ。リオのデータベースって古いんじゃないのか。そうね。姉さんと違って私は途中で脱走したから全ての情報を持っているわけではないわ。てっきり何でも知ってるのかと思ってたぜ。それなりに知ってるわ。あなたの恥ずかしい悔しさ。な、そんなもん。今はそれどころじゃないだろう。解析完了。間違いない。この新型には地球人が素体として使われている。おそらく火星で戦った機体。なんだって。フィオやエストと同じってことか。正確にはルーキス研究の過程で生まれたらしい。彼らの体はもう。そうか、今楽にしてやるからな。よかった、無事だった。遅い。これは人類存亡をかけた戦いなのだ。のんきに遅れてやってきて一体何をしていたのかね。フィオがエストを助けたいって言ってるから。ちょっと黙りなさい。ええ、理解しているわ提督。ごめんなさい。君のことは信用している。隣の未熟者によく言い聞かせたまえ。了解。怒られたのってなんか久しぶりだ。何よ、他人事みたいに。来たよ、グラートさん。なんだこいつら、地球軍じゃないか。提督、この信号、機関リタ・アクシスだと。それでは彼らはあの決戦艦隊だというのか。なんだって。でもグラートさんは。何をしているの。迎撃しなさい。くそ、うまく脱出してくれよ。
中に敵機関から高エネルギー反応手法をくれ。ちゃんと見えてるぜ。どれも人なんか乗っていない。この艦隊はルーキスが作り出したまがいものよ。でもこれはあの時の再現。兵士たちの嘆きが聞こえるかしら。私たちのパパの叫びが。姉さん、鉄拳艦隊の退路を断ったのはファイルーンじゃない。他ならぬ地球人自身。君は一体何を言っている。説明しろ。うるさいわね、このメガネハゲ。ハゲではない。これ遊っているのか。そんなこと言っちゃダメだってパパから教わらなかったのか。いいか、もう一度言ってみろ。貴様に1週間看板清掃をさせてやる。もう行っちまったぜ。やっぱ機関はでかいな。さすがのあなたでも切る気にはならないかしら。そんな奴がいるなら見てみたいね。そうだね。放置すると友軍にとって脅威となる。砲台くらいは黙らせておきましょう。とどめは我が艦に任せたまえ。リターク・シス、ド発展キャノン、撃ち抜け。あの時もそうだった。同じ連合軍の手によってリターク・シスは落とされた。そんな、あれはファイルーンが。ティオは知らないよね。競技会の連中は決戦艦隊を送り込む傍らで極秘裏にファイルーンと交渉を続けていた。そして休戦協定が結ばれ、競技会はファイルーンが望むものを差し出す代わりに仮初めの安寧を得る。ファイルーンが望むもの。ルキス、大量の人体サンプル。大正解。隠して地球を守るために使わされた勇者たちは一転、ファイルーンに捧げるクラッツへと変わりました。私たちと同じようにね。それで仲間割れを慕ってのか。ガッテン、攻めてきたって何も変わりやすい。隣人と手を取り合うことなんて最後までないんだ。お前たちも評議会に疎まれているんです。この戦いの先に幸せな未来なんてありはしないのよ。だから私がこのルーキスの力で遺伝さっさりぶち壊してあげる。死ねー、ベスト。慣れ慣れしいぞお前。でしょ、ピオ、私の可愛いピオ。そんな男は放り出して一緒に何もかも壊しましょう。やめろよ、放り出すとか本当にやれかねないだろ。違う、それでも、なるべき相手はファイルーン。
いよ、バイルーム。奴らは自らを機械化しすぎた。命をどう扱っていいかもわからないわ。人間の方がよほど怖いわ。どうでしょう。そんなこと。そっか、私たちもう違っちゃったんだね。まるでアーセンテ。ヒヨには愚かな仲間たちがいて、私には何もない。パパ、フィオも、私は迷うな、フィオ。俺たちの目的は変わるわけじゃない。体勢が崩れた。今がチャンスだ。イーサ、行こう。エストを連れ戻すんだ。全艦、これより移動惑星内部に突入する。ここからが正念場だ。ガッツだ、ガッツで行くぞ。ロイ、ここまで来られたのは行幸という他はない。お前たちの働くに感謝する。礼には早いぜ、提督。あんたたちには中枢を破壊するって大仕事が残ってるんだからな。これが奴らの本来の戦力、ファイルーンの真の姿。でも、なんとか戦えるぜ。さすがはクロスブリードだな。さっきは取り逃してごめんなさい。いや、実はちょっとだけ嬉しかったんだ。え？フィオは心まで機械になってるわけじゃない。大事な家族のために頑張る普通の女の子だ。心外だわ。あなたもそんなことを言われるなんて。これからはもっとロイ兄さんに頼っていいんだぜ。バカ。しまった。大丈夫、中枢を無力化すれば開けられるわ。このまま進みましょう。パパとフィオに逃がしてからも私には守るべきものがあった。この星にさらわれ同じ地球人に見捨てられた大勢の命。私たち自身の本当の体は数えきれないくらい抗ったわ。でも未完成だったこの機体ではどうすることもできなかった。一つしくじるたびに幾万もの命が消えていった。私は絶対に負けられない戦いを何度も何度も負け続けたの。そして最後のそれを失った時、気がついたの。あまたの情報を知って期待とした私の力がタイルームのシンギュラリティをとっくに超えていること。遠い宇宙で泣いているフィオがいない。フィオもパパを守れなかった。これが結末なんだ。私たち家族に与えられた。
ものが。来たのね、フィア。これがアーセントート。ルーキスの力で中枢と融合しているの。え、俺たちの機体もこんなことできんの？マジで？お前のことは調べたわ、ロイ・ベケット。軍属じゃないのね。興味を持ってくれて光栄だね。ただの民間人でもない。レイド・ユーバー乗りとしての訓練をパパから直々に受けた。伝説の病気、グラートのもう一人の忘れ方。そう、だからここまで来られたのよ、姉さん。姉さんなんかじゃない。ちゃんと私を呼んで、ミオ。この半年間、ずっと私は後悔してた。双子なのに、どうして私だけが。私がパパと逃げていれば、こんな思いはしなかったのに。そんな。呼びなさい。もともと私たちは同じだった。二人のシンクロニシティがルーキスにさらなる力を与えるのよ。そして戦いなし、私たち家族を見捨て破壊した人類が、私たちをこんな姿に変えたファイルンと。ミオ。そう、私たちは変わってしまった。でも呼んでよやった！今よ、核壁を開けるわ。移動惑星中枢確認。全艦全方門開け。全てはこの瞬間のため。一斉射撃だ。姉さん、ここで捕らえる。惜しかったわね。ルーキスの制御が効かない。あぶ、何すんだフィオ。いけない、逃げて。え、なんで。意識を取り戻した。いいわ、次はもっと深く書き換えてあげる。おい、怖え！いいよ！さっきは一体どうしまったんだ。ルーキスに対するクラッキングを私の人格ごと加減しようと。人格だって？エストロ、なんてこと。これよ、これに当たったら。やめろ、やめろよ。実は妹だろ。ルーキスが奪われた。今の攻撃に当たっちゃダメ、避けて。くそ、見えなかった。いきなり空間に現れやがる。
じゃない。おい、しっかりしろ。待って、聞いて、この先はこの味、地球から移植された私たちの故郷に続いてる。そこに私たち孫の本が。なんだって。破壊して、それで全部終わる。どうにあなたになら。ビオ、取り込まれちまったのか。ビオ、本体の破壊って、そんなことしたら。ヒーロー、チクショー、どうしたら、どうしたらいいんだ。レーダーが生きてる。ビオはまだ諦めていない。行かせるか。まだだ、俺だって諦めるわけには。これをやめたら今度こそ俺には何も。ここはうちは初めてだったか、小僧。グラートさん。気にするな、走馬灯ってやつだ。俺来たよ。立派に戦えてるだろ。何言ってがる。うちの娘どもにコテンパンじゃねえか。だいたいお前何しに来たんだ。何しにって、戦いに決まって。戦いね。それで今何しようとしてるか分かってんのか。だからお前は小僧なんだよ。でもあんたは、あんたはもう死人のせいにするんじゃねえ。てめえはてめえで考えるんだよ。でもな、マジに俺を追っかけたやつはお前だけだった。嬉しかったぜ。そうか、俺は。殺す前に一応聞いておくわ。どうしてそれを壊さなかったの。壊せないよ。どんな姿だろうと、俺たちは同じ父親を持つ家族なんだ。何を言い出すの。ここに来るまで俺も見失ってた。俺たちに本当に必要なのは戦いなんかじゃない、帰る家だ。そうだろ。フィオ、どうして。確かに今の私たちは望まない姿なのかもしれない。だけど彼とここまで来られたこと、あなたがずっと姉さんでいてくれたことを、意味がないなんて私は思わないわ。そんな、長い間一人にしてごめんなさい。ミオ、ミオ。いいか、エスト、君は帰れるんだ。居場所は俺とフィオが作る、必ずだ。だから行こう。俺たちは前に進むんだ。
あいつ喋ったぞ。脳であるルーキスを引き剥がしたからファイリーン本来の AI に切り替わったんだわ。奴らには固有の知性が存在しない。クラスタリングされた一つの巨大知性ディアグラが全ての個体を動かしているの。なるほど、わからん。感情になるルーキスへの道筋はあるの。あなた方のゲームを見つけられた精神の共鳴、それこそが秩序の扉を開く鍵となった。地球人類に主に生きている、そして我々の制御を離れたあなたたちは今ここで処理されている。今の俺たちを止められると思うなよ。助けたらパワーアップした。うん、理解した。話が早いな、提督。器が大きいと言ってもらおうか。私たちならその期待は私だけの憎しみ。いるなんかにいいようにはさせない。
高速ドライブ終えるか、フィオ。当然よ、このまま決着をつけましょう。提督、何をしている、早く行ってこい。長くは待たせるな。ヤソロ、あの野郎、どこへ向かってる。ファイルーン母性、おそらくクイーンシステムを目指してた。クイーンなんてのがいるのか。あくまで例えよ、実際にはデータ同期のための中継機能といったところから。地球データ生体サンプルを持ち帰るつもりね。完全なるルーツに到達するために。なあ、クイーンシステムを破壊すれば全てのファイルーンを倒せるんじゃないのか。残念、そうしてやりたいけど無理よ。すぐに別の場所で再構築されちゃうわ。ウイルスでも流し込むとか。問題のある箇所を丸ごと排除して、やはり再構築される。そのためのクラスター地点ディアグラム。ねえ、私にもいい考えがある。あのね、うわ、えげつねえ。試してみる価値はありそうね。さすがだわ姉さん。なんだこりゃ、全部移動惑星なのか。ここから宇宙の端々まで侵略しているのに許せない。見えた、クイーンシステム。たどり着かせねえ。さよなら、私のアーセン島と。
技術を検知、排除実行。何を言っている。ロークレスの権限にて却下。異物を重ねられて増殖を確認、速やかに排除実行指示。却下却下。消えるべきだお前らは。こらディアブラも増えていく。あなたたちに個性を与えたわ。ファイルーン全ての個体がクイーンシステムにアクセスするたびにディアグラは無限に分割されていく。強大な権限を持ったままね。使用上あなたたちは互いの存在を認め合うことができない。相互関係の中で成長することもない。一度始めた競技は終わらない、永久に。我々はあなたたちはこれからもこの宇宙に存在し続け、もう二度とその手足を動かすことはないでしょうけど。双子さん、おっかねえっす。我々は、私も。流れる風を止める術がないように、世界はどうしようもなく変わっていく。何一つ取り返しなんてつかない。でもだからこそ俺たちは立ち直ることだってできるんだ。大事なのは今何を願うか。そうだよな、グラートさん。助けてもらったよ。ロイお兄ちゃんだって笑っちゃうわよね。急に家族だなんてびっくりしちゃった。自分だけ血がつながってないくせに。でもそれでよかったんだ。私は私に足りないものを知った。それに彼は確かにパパにしかできないはずのことをやったわ。並大抵の努力じゃない。もしかしたら当たり前に娘だった私たちよりもずっとパパの子にふさわしいのかもね。また来るね、三人で一緒に。ねえパパ、今の私たちって生きてるのかな。それとも。あの時姉さんが言ったことを覚えてる？あ？私たちは同じだった。ああ、そんなことも言ってたっけか。あれは本当のことなの。ほんの一年前まで、私たちは外見も考え方もほとんど同じだった。互いの役を取り替えられるくらい、姉妹はごっこだったのよ。今はもう、戻れないところまで来てしまった。もし、もしもあの時パパが選んだのが姉さんだったら、私も同じように今ここでこうすることができたのかしら。当たり前だろ。その時はエストと二人でフィオを迎えに行ったよ。そう、同じさ。だからこの先もし俺に何かあってもちゃんと二人で助けてくれよ。
約束するわ。やったぜ。それにしても3人でここに来ることになるなんて考えもしなかったわ。俺は怖くて来られなかった。みんながあの人が死んだなんてどうしても認められなくて。私もこれが初めて。葬儀の時はこんな姿で親族の前に出るわけにはいかなかったから。フィオって結構体裁を気にするよな。失礼ね。大人の配慮ができると言ってちょうだい。あら、いつまでそんなキャラが続けられるのかな。キャラ？何のことかしら。それより姉さん。はいはい、これからはルーキスの力は禁止でしょ。え、そんな話になってんの。ええ、何でも思い通りに変えてしまうということは結局何もかも否定しているのと変わらないでしょう。私たちはこの世界のものでありたいの。ちょっとの改変のつもりでもどこにどんな影響が出るか分かんないし、どうしても必要って場合じゃない限りはね。そっか、なんかしっかりしてんなお前ら。あなたにももっとしっかりしてもらわないとね。また面接に落ちたんでしょ。その話はやめろ。気にしない気にしない。さあ買い物して帰ろう。おう。そういえばすっげえ腹減ってるかも。もう食べ歩きはやめてよ。